ぬばたまの淵、無事終わってよかったね。うん、評判よかったし、でも最後に直樹とセリフ合わせるところ難しかったなね。せーの、さらなる悲しみを。え、悲しみじゃなかった？憎しみじゃないの？もう合わないじゃん。ねえ、ヒロシさんの鬼すっごく怖かったよね。裏切った者ともや、我をないがしろにしてきた者ともに呪いをかけ取ったところじゃ。それもただ呪い殺すではつまらんでの、生きながらにして地獄を味合わせておったところじゃ。ねえ、ああいう演技するヒロシさん初めて見たから超びっくりした。でもさ、ヒロシさんって本当に怖い人だったのかな。うん、いいんじゃない、昔のことなんて。そうだね。でもさ、ヒロシさんって普段何してるか全然わかんなくない？ああ、確かに全然プライベート知らないかも。あ、女性にモテモテでデート忙しかったりして。うん？なんかちょっと違う気がする。あ、じゃあさ、すっごく綺麗な彼女さんがいたりして。やめろよ。よう、ご苦労。あー、出た。なんだよ。うん、うん、美味しいじゃん。美味しいですね。うん。俺さ、うん、ヒロシさんって独身ですよね。うん、恋人とか。うん、昔いた千鶴さんっていう日本的な綺麗な女の人だった。千鶴さん、あの千の鶴って書いて千鶴。本当に仲良くて、いつも二人一緒にいて。へえ。昨日作ってきた。じゃあこれで、うん、今度の舞台もうまくいきますように。はい、いいでしょう。嬉しい。私もお揃い。へえ。つけてあげるよ。ありがとう。じゃあ、千鶴がいつまでも笑顔でそばにいてくれますように。今はもういない。別れちゃったんですか？亡くなったんだ。え？病気でな。気づいた時には相当悪くて手遅れだった。そうだったんだ。
全然知らなかった。昔のことあんまりヒロシ話さないからな。まあでも千鶴さんのこと忘れられないんじゃないかな。そっか、千鶴さん。ひろしさん、お花見に行きませんか？花見か、しばらく行ってないな。